皆さんこんばんは。今回は2023年6月14日に26歳の誕生日を迎え、楽曲ガーデンの演出用映像を YouTube で公開した藤井風さんについてお話しします。この映像は2022年10月に大阪で行われた、ラブオールサーブオールスタジアムライブの演出映像を再編集したものになっていて、 藤井さんは自身のインスタグラムを更新し、久しぶり、みんな元気だといいな、次の活動を待ってくれてる人へ、最近、藤井風さんなかなか新しいことを発表できてなくてごめんねとつづっていました。そんな人気歌手である藤井さんは過去に、宮崎麻子さ,さんと熱愛の噂がありましたが、それとは別に結婚疑惑がありました。 そこで藤井さんの結婚疑惑について迫りつつ気になる好みのタイプなども調べてみましたまずは軽くプロフィールをご紹介します生年月日1997年6月14日26歳出身地岡山県身長 181cm 血液型 B 型音楽性やビジュアルの魅力もある藤井さんですが 歌唱力がすごく低音から高音までを使いこなしボーカルスタイルの幅広さを感じますまた音楽的な才能の高さでは絶対音感もあり幼少の頃からピアノにも触れていて音楽的英才教育の賜物といえるような逸材ですさまざまなジャンルの音楽の経験値とセンスは類まれな才能だと言われていて 即興での演奏と歌や独自のアレンジを加えたカバーなどもすごいですねさらに岡山弁を取り入れたりした独特の歌詞や英語力も藤井さんの凄さの一つです宇多田ヒカル以来の逸材と言われるほど藤井さんの才能は多くの人の心を掴んでいてこんなにイケメンなのにお茶目流暢な英語を話すのに 岡山弁でのトークが面白いなどといったギャップも人気の理由となっていますさらには藤井さんは酒も飲まずタバコも吸わずベジタリアンという不思議な魅力にあふれていますそして若い世代にも人気ですがファンの年代で一番多いのは40から50代で昭和歌謡曲のカバーが多いのも理由の一つとなっているのかもしれませんが 耳ののた世代に受けているのでしょうねそんな藤井さんは実家の喫茶店ミッチャムや家族の情報はほとんど公開されていますが彼女や恋人に関する情報はありませんでしたここまでプライベートを公開されているのでもし彼女がいたら公開するような気がしますが現在は恋人がいないのか気になりますね 藤井さんの好きな女性のタイプについては藤井さんの YouTube のコメント欄に年上の彼女と付き合ってそうとコメントされていることが多いです藤井さんがそんなイメージを持たれる理由は年齢の割にセクシーな外見をしていることや4人兄弟の末っ子のため甘えん坊というイメージがあるところから来ているみたいで曲の中であなたというフレーズが たたびび出てくるところも一因のようですが、藤井さんはインタビューで「匂いフェチですね」「どんな匂いでもいいんですけどその人の記憶を匂いで思い出すというかそういうのが好きです」と答えていました藤井さんはあんまりこういう話をしないのでこの情報は貴重かもしれないですねそして藤井さんについて調べていくと 必ず出てくる宮あさこさんとの関係ですが、藤井さんの現在のマネージャーが、宮崎さんの元マネージャーなんだそうで、宮崎さんが元マネージャーに藤井さんを勧めたことで、藤井さんがデビューをするきっかけとなったようですね。この頃から宮崎さんとの熱愛を噂され始め、藤井さんのデビューアルバムの歌詞カードに、宮崎さんの名前があったことや、 宮崎さんが正月に岡山旅行に行っていたことで、藤井さんの実家に遊びに行っていたのではと噂されていたりしましたが、宮崎さんは2022年6月11日のライブで、一般男性との結婚を発表していて、藤井さんも結婚を祝うコメントをされていました。そのため、宮崎さんとは本当にただ仲が良い友人だったようですね。 また藤井さんの元カノも調べてみましたが、情報は一切ありませんでした。これだけイケメンで歌詞も大人びているのに、今まで交際していた女性の情報がないことに、恋愛対象が女性ではないのでは、という声もありました。しかしそんな藤井さんが、結婚していたと、疑惑を持たれた写真がありました。現在は削除されてしまい見れなくなっていますが、 藤井さんが赤ちゃんを抱っこしている写真でした。このことから藤井さんが結婚していたと騒がれていたようですが、この赤ちゃんは藤井さんの赤ちゃんではなく姉の赤ちゃんでした。また藤井さん本人が結婚願望はないと語っている動画もありましたが、この動画は藤井さんがまだ21歳の時なので、 結婚を考えてていいななくくもおかしくはないですね。結婚願望はないと言っている藤井さんですが赤ちゃんを抱っこしている写真を見ていると良い父親になりそうな気がしますコメントでは藤井さんは恋愛とか結婚とか通り越して孤児を何人も養子にしてそうとあり確かにと思ってしまいました藤井さんは多くの人を幸せにしそうですよね そして人を幸せにする藤井さんのライブでは、困った現象が起きているようで、自分の席を離れて藤井さんを追いかけたり、周囲を気にせず大きな身振り手振りをしていて、2023年1月29日に福井県で行われたライブでは、藤井さんが客席に近寄ってきてくれた時に、女性ファンが藤井さんの腕をつかむという。 アクシデントがあったそうですそのためライブを楽しむことができずにもう行きたくないという声も上がっています藤井さんがツイッターの投稿を全て削除した時も藤井さんはツイッターは僕には向いていない本当にごめんなさいと投稿を削除していました自分の行動で人が不幸せと感じるのなら藤井さんも悲しくなってしまいますよね このままひどいマナー違反が続けば藤井さんが客席に近寄らなくなるだけでなくライブ自体が中止なんてこともあるかもなので行動には気をつけなければいけませんね藤井さんは現在実は地味にずっと忙しくしてて新しい曲も手元にいくつかあるんですけどそれをみんなとシェアするまでに予想以上の時間がかかっていますと近況を伝え さらに、今の自分にできる一番は、みんなと作品をシェアすることだと思ってるし、わしだって風ファンの一人だから、風の新曲とかそろそろ聴きたいし見たいです。だから一緒に待とうと語っていたので、次の新曲を楽しみにしつつ一緒に待ちたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録。 高評価していただけると嬉しいです。また、お会いしましょう。